このコメントどうやって出したんですか。さあ、さて。リスナーさんどのくらいかな。さて皆さん。ちょっとね、ちょっと待ってください。あれしますよ。お気に入り。はい。はい。何やドリンク。来ましたね。すいません、今これで読めない状態ですよ。まだ全然人は来てないですよ。はい、来てないですよ。ちょっとフライング気味で始めましたよ。フライングだよ、もう国旗なんかしたもんじゃないよ、これ。そう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 。これ、あ、皆さん。どうもどうも。これ、剣&モノってことでね。はい。初めてですね、これね。すいませんね、ちょっと早めに始めてしまってね。まあ、わけあってね。10時の前に始めましたよ。ラブホーみたい。俺とスルギさんそんな感じじゃないよ。そうですよ。もう言ったら2人とも男気があるあれだからね。そうですよ。男気のある2人だからね。今もうバリバリ男メーターが上がってますね。ね、上がってますよ。男メーター上がってますからね。アニソン縛りですか。アニソン縛りというわけ。アニソン縛りわけにいかないでしょ。アニソン縛りスルギさんだと困っちゃうもんね。そうですね。千葉銀と美佐子だったらね、アニソン縛りでいいかもしれないですけど、合体したいとか歌えばいいんだけどさ。そう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 、もう2人で仲良くやっとけばいいですよ。仲良くやっていいんだけど、俺の釣りさんはそういうのにもいかない。そうです、もう後輩余る歌声をね。何時までやるのっていう質問来てますけど、何時までやるか分かんないですよね。どんどんちょっとね、今これですね、今我々高まってるんでね。高まってますね。高まってるんで、ドーンと、はい、ちょっと今日かまってちゃんメドレーアゴラップ期待します。しないよバカ野郎そんなの。お前釣りさん今日いつもより目が大きいんじゃないっていうのは、僕は興奮してるからですね。いい逆にちょっと酒飲んでるんで小さいんじゃないかなって思うんですけどね。あ、目がね、そうそう、眠くて、ね、誰も得しねえよ、誰も得しねえよ、誰も得しねえよ、そんなもん得するためにやってんじゃない。俺たちコマンドのためにやってんだよ、お前。どこ見てるよ、どこ見てるかい。我々は損してもやるんです。そうです。損意味なんてない。叩かれようがなんだろうが、のこ見てないだろうって。どこ見てるかもしんないですよね。わかんないどこ見てるかもしんない。お子さん意外とね、チェックしてますから。この絵が面白いって思うかもしんない。そうそう、だからのこが言い出したんですよ、これ二人でやってくれっていうのは。つるひ寝ろ、うるさい。寝ないんです、僕は。明日24時間もありますから。がっつり歌いますよね。はい。昨日のメガネ変でしたって。メガネ変かもしれないけど、あれ、のこさんは欲しかったんですよ、あのメガネ。あられちゃんみたいでいいっすねって。変えてくれって。変えてくれって。ね。変える前のそのこさんのメガネ自体も僕のメガネですからね。鶴木さんのセンス結構近いですからね、のことね。そうなんですよ。ね、センスが近いだけじゃなくて、視力が近いんです。視力が一緒で、ちょうどいいっすねって言って、これいいっす、これいいメガネですね、ちょうどいいっすね。取られちゃうんだもんね、それでね、鶴木さんの。取られちゃうから。そう。うん、もうほんとそんなんだよ、ほんとに。そうです。顔でかい、鶴木さんよりはでかいかもしれないけど。漫才枠ですね、っていう。まあまあ。漫才枠だよ。そういうことですよ。そうだよ、もう。鶴木さんもコンビ組んでやるよ、いやいや、これからこう2人の活動が多くなって、ね、面白いよ、ほんとに。これが絶対多くなってくるんで。面白いよ、ほんとに。やってくださいよ、コンビ名なんか。あ、コンビ名ね、どうしますか、鶴木さん。鶴木さん、バンドじゃないもん、的な、はい、こう、面白いなんかあったりするね。なんか漫才じゃないもんってありましたよね、なんか誰かどっかのコメントでね。それそのまんまだな、ね、それちょっとね、あれだからね。メガネ変えたんやろ。バカかける2。バカ2ビート。そうそう、バカバカ。はい、バカで、それも見て、ね、モノ君と絡むと怪我するって。いや、モノ君だって僕と絡んで怪我するかもしれないからいいんですよ。もうそんなもん、お互い怪我しっぱなしだもん。キモ2人。うるせえバカ、ほんとに。キモ2人で結構だよ、お前。キモ2人でもお前、それなりに2人、いろいろ女性経験あんだよ、お前。まあ、ほんと、多分2人合わせても結構少ないですけど。化け物と妖怪。あんま変わんない。あんま変わんない。んないですね、本当に。じゃあ早速行きましょうか。行きましょう。カラオケ来たわけです、ね。いいですか。ちょっとでも今日の段取りいいですか。今日ね、はいはい、実は、はいはい、実はあれなんですよ。もっと人をね、増えたところで言わなきゃいけない。で、ね、今日ね、あれなんですよ。今日はカラオケ配信をやるつもりだったんですけど、はい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 、実は、なんていうんですよね。今回の劇場版新生かまってちゃんの、はいはいはい、映画のスタッフさんとキャストさんの、はい、ね、そうですね。そこが一番でかいですね。そう、打ち上げというか。
やってるんですよ。はいはい、今ね。近くで。今、現段階でね。近くで。はい。だから、これ今約束しますよ。後でそこに2人で乱入しましょう。行きましょうか。ね、乱入しましょう。乱入しますよ。乱入しましょう。はい。それが目的、どっちかというとカラオケよりそっちの方が目的。そう。もう誰にも伝えてないからね。そうそうそう。配信やるってことは。そうそう。ちなみにそっち行ったらね、千葉銀とかもいるからね。うん。森下さん？あ、それ聞いちゃう？森下くるみさん？聞いちゃう？森下くるみさんいるんですかね？今日ね。いましたっけ？今日。僕酔っ払ってて分かんなかったけど。いるんですよ。ああ、いるんですよ。いるんですよ。はい、いるんですよ。はい、森下くるみさん映るかな？映るかどうか運次第ですね。だから、まあね、早く行こうってなるでしょ？でしょ？ね？だから先言うの嫌だったんですけど、そうそうそう、なんか言っちゃったんですよね。これから人数多く増やすために、うん、時間稼ぎですよ、僕ら。そうそうそう、僕たちは、ね、僕たちが、だから皆さんそれ、こう定期的にこうポストしてください。この後、映画の打ち上げに行くよっていう。そう、打ち上げ、行くよっていう感じね、うん。そのコメント。そっちが一番美味しい。まだ60人しかいない。いいんだよ。そんなもんだって。モノ君だと多いかもしれないけど、いやいや入った時点で減るんだから。マイナス、マイナスが出る。そんなことないですよ。マイナスが出ちゃうんだ。マイナス出ない出ない出ない、本当に。俺だってこんなもんですよ、多分。本当に言ったら。ふざけやがって、この野郎。残りがみんな少ないんだから、本当に。ノコさんがね、やることいっぱいあるんですよ。あいつなんでもう、ココアのマーチ燃やして、あーって言ってて、そんなんで人数つくんだから、ふざけんなって話ですよ。なんなんだ、この野郎。こっちの方がクオリティあるんだよ、本当に。そうなんですよ。映画情報出たんで、それを記念して、そうそうそう。やるのかな？やりますよ、やりますよ。うん、ね、やれたらやりますよ。大人の事情でね、いろいろできなかったりするかもしれないけど。いやいや、大人の事情なんて今までかまってちゃうのは、ことごとく突破してきてますから、突破してきてますから、はい。大人の事情全部突破してますから、僕も突破していく。まあ僕は大人の方ですけど、突破していく。これが、ね、これがロックンロール。ロックンロールは鳴りやまない。鳴りやまないけど、本当にもう。どうしたの、喋るねってね、酔ってるんですよ。酔ってますよ、僕ら。そうそう、僕ら ね、酔ってるんです。酔ってる方が楽しいですもんね。リスナーからしても多分ね。そう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 。うん、楽しくなかったら消せやいいんだよ。そうでしょ。だってこの2人が地味にやっててもなんか面白くないんすね。もっとね、グッとグッとね、もう前のめりでいきますから今日は。もう前のめりでね、グンと行きます。カラオケ、もう酔ってる、もう酔ってる。なんでかって言うと、なんでか、なんでか。なんでかって言うと、ものさんちょっとバチ一発入れちゃうんですよ。今日打ち上げだからですよ。打ち上げが。そう、映画、劇場版、入江監督さんの。入江さんの。入江さんもいますよ、もちろん。そう、映画の打ち上げなんですよ、今日は。そうそうそう。そう、打ち上げ。そう、そこにね、これから僕らはね、カラオケでキャランポラ歌った後、そうそう、込みに行くという、そうそうそう、そうなんですよ、突撃しに行くっていうね、うん、話入江監督もいるんで、そう入江監督もいるんで、そこにもガンと行きますね、ガンと行きます、はい、行けたら行きますよ、本当に行きますよ、本当に。顎飲んでないの？飲んでるよ、飲んでる、結構飲んでる、今も飲んでるよ、バカ。沖縄の2回のふみちゃん、2回のふみちゃん、2回のふみちゃんね、さっきまで言わないですけど、高校生ですか、高校生、高校生でね、首輪なんかしちゃって、なんだあいつだ、変態野郎が、本当に。二階堂ふみちゃんはめちゃくちゃオーラありますよ。ね、可愛いけどね。可愛いけど。宮崎あおいにめちゃくちゃ似てる。似てますね。めちゃくちゃ似てる。本物見たらめちゃくちゃ似てます。似てます。顎黙れ。うん、何このテンション。いやいや、ちょっと待って。モノさん、ちょっと一発ちょっと、似てますけどね。曲いっちゃいますか。古いな、絵がキモい。もういいよ。古いさん、キモい。キモいと言われたら、ね、もう、俺は笑わない。もう笑わない。笑わないですよね。うん、もうそんなもん。お前消せよ今すぐ、お前そんなもん、うん、リッチコンソメだよ、リッチコンソメ、コンソメ、コンソメですから、コンソメなんかねえよバカ野郎、本当にもういいか、カラ歌っちゃうよ、はい、鶴井さんも俺だってあれだよ、もう今しばらくお待ちくださいっていう画面出ちゃってっけど、ちょっと今モノさんが曲一発いきますよ、陰謀お化けとかもうまあ無駄に入り、まあ人生ね、無駄しかない、無駄しかない、無駄しかない、もう無駄しかない、僕たちは無駄を引き受けていきます、そうこれから、ね、一番無駄な部分を引き受けていきますよ、何飲んでるかって言ったら、まあ、何飲んでる、僕は優しいお酒ですぐこれなんで、キュアイ、キュアイでね、キュアイ的な、そうそうそう、もうね、無駄しかなくてもね、でもやるんだよって、根本さん、根本さんも精神で頑張るんだ、無駄なんかね、世の中に無駄なんかないんだよ、本当に、うん、そうそう、無駄なんかないんだよ、ラリっとる、ついさん、ラリってるぐらいの方が面白いだろ、ほんとに、そう、まあ、まあ、まあ、はい、今サービスタイムを行っておりまして、はい、全品お安くご提供してるありがとうございます。なるほど。じゃあ、スリさん、デザートかなんか一つなんで。あ、デザート、ぜひ200円ください。まあ、とりあえず、はい。どうしますか？え、50% オフ？あ、じゃあ、50円。ぜひ、定価なく、定価よりも安くなってる。あ、
なるほど。はい。なんか、ももさん、いるもんないですか？甘いもんいただきますか、じゃあ。はい。そうですね。この本田翔太さん、はい、このカルピスマンゴーください。はい、あ、どういうことですか？店員さんのマンゴーで。そうですね、カルピスマンゴー。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お待ちいたします。はい、よろしくお願いします。という感じでね、という感じでね、はい、はい、あの今日も月が来てますね。安いし、来てますよ、来てますよ、安いし、来てますよ。僕はね、お酒弱い。そう、でもね、古いじゃんね、あの、面白い酔い方だからいいですよね。酔い方がね、面倒くさくはなんないと思う。そう、面倒くさくないからいいですよ、うん、本当に。あの、うるさいって言われたら、はい、ごめんなさいってすぐ言います。すぐにテンションを落とすことも可能っていうね。はい、いい加減にカラオケやれよっていう、まあまあそうなんです。いや、やります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 。俺が今ちょっとあれだから、うん、これね、今これモノさんがもう一番面白い曲をね、マスモスさんが映画の打ち上げ終了って言ってるけど、これが待ってくださいよ、二次会に行ってるんですよ。だからそこ二次会に我々が行くわけですよ。先に逃げる剣す。まあそれはちょっと否めないんで、もう本当にあの、待って、すみませんでした。曲名忘れちゃったな、なんだっけな。違うんだよな、これ。ハードル上げる剣マジック。本当剣マジック、上げないでください、本当に。モノさんのハードル上げてきますよ、ずっと。しかし。くださいよ。うん、これが二次会って、二人で二次会は寂しすぎるやろ。今日、いや、だから ここから突撃するのよ。そうですよ。明日の、なんか電話かかってきた。あ、なんだ、なんだ。はい、もしもし。はい。あ、ちょっと待ってください。モノさん、フォンダンショコラ、はい、はい、入れらしいんですけど、なんか。じゃあ、適当にアイスクリーム。あ、アイスクリーム、何か。はい。ソフトクリーム。あ、じゃあ、はい、チョコは、ちょっと待ってください。じゃあ、これ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 、どうですか？じゃあ、甘いやつだから、これでいい、これでいい、これでいい、はい、コーヒーゼリーとスパイス、コーヒーゼリーとスパイス、感じだね。はい、行きましょう。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、出落ちオツ。出落ちオツじゃないよ、出落ちじゃない、こっからですよ、こっから、こっから。待って、あの、はちゃめちゃが押し寄せてくるでって、あれ何の歌でしたっけ、あれ。ドラゴンボールですか。ドラゴンボール誰か知ってる、その曲。その曲、なんだっけ、忘れちゃったな。はもうちょもう一回歌ってもらっていいですか、アカペラを。はちゃめちゃが押し寄せて、あ、ウィーゴットパワー、ウィーゴットパワー、これじゃないんだよな。ウィーゴットパワーありました、ありました、ウィーゴットパワー。前、前、前、ありました、ありました。あったあった、いらっしゃい、いらっしゃい、いきますよ、はい、いきますよ、はい、いきますよ、はい、これ、もうさ、いっちゃう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 、いっちゃってください。スイーツ相談するおっさん二人。もう、おっさんのスイーツ食べて悪いんだよ、ね、悪いのか、ちょっと、あの、音割れるかどうか聞いててくださいね。大丈夫かな、音量は調整するんでね。これ、痛い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 、いた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 、はちゃめちゃが押し寄せてくる、泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にして、バディの主役になろう、
握りしめたぬくもりが命をかけると確かめるように小さく震えて登り続けてる二人さ夢に似た昨日も明日跡形もないそんな悲しい街さあとスランプ二人ぼっちたった二人ぼっち逃がさない逃がすもんかって逃がさない逃がすもんかってお前に決めてゆく離さない離すもんかって離さない離すもんかって今夜も落ちてゆく今夜も落ちてゆく身の回りのいろんな疑問にお答えする探偵ナイトスクープの時間ですということで、すいません本当に。というわけで、ものさん次の曲は次の曲歌いにくいな、入れてないです、入れてないですね。フリーさん、歌いにくいよ、選曲これちょっと人少ないなんて、まあまあ急にやったんでね、まあいいですよ急に、いや、こんなもんで人少ないのが絶対じゃねえかな、本当に。顎次、ガストロンジャーなって。なんだか知らないよ。ガストロンジャーはあれだよ、エレカシですよ、エレカシ。エレカシか。プラカンの深夜高速、あ、ちょっといいっすね。そんな俺そんなあれだよ。あ、千のバイオリン、千のバイオリン。千のバイオリン、千のバイオリンってあれだろう、もう嫌ですよ本当に。あの咳はね、すいません、あの皆さん咳込むなって言ってるんですけど、春まで出るんですよ。エレカシいいっすね。エレカエレファントカシマチですよね。深夜高速。あ、でもね、僕深夜高速はでもいい曲でちょっといいっすね。ちょっと次じゃあ深夜高速いきますよ、僕は。さあ、ものさん何でしょう。ああ、どうしようかな。ピーズサンボかまってちゃん踊るためにいいんで。ああ、いいっすね、金賞。金賞なんかいかないよ、バカ野郎。金賞はね、もうどこの、どこのあれだからね。そう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 。いきますか。あ、これめちゃくちゃいい曲いきったじゃないですか、ちょっとめちゃくちゃいい曲いきましたね。めちゃくちゃいい曲。あ、マイペースですね。東京ね、見に行ったようなら与えると君の言葉が大的のように巡りながら僕の心に身を灯す。何も思わずに闇と緑の上へ今日へと出かけました。いつもいつでも夢と希望を持って君は東京で来ていました。東京へはもう何も言ったね。マイペースのシーン、マイペース、マイペースの東京ですよ。君の住む美しい都、東京へはマイペース、マイペース、もう何とも言ってましたね。いい曲ですよ。君が咲く
花の都が来てんだよ。
あ、本当は次の曲大丈夫ですか。はいはいはい、どうですか。いや、考えてないな、本庁。次の曲、本庁、本庁、本庁、僕が今まで会ってきたたくさんのひどいことを、僕が今まで言ってきたたくさんのひどい言葉、涙なんかじゃ終わらない忘れられない出来事、一つ残らず持っていけ、どこまでも持っていけよ。生きててよかった、生きててよかった、生きててよかった、そんな夜を探してる。生きててよかった、よかった、生きててよかった、そんな夜はどこだ。行こうぜ、行こうぜ、全開の胸で、ね、行こうぜ、行こうぜ、震わせて行こうぜ。もっともっと、もっともっと、見たことない場所へ、ずっとずっと、ずっとずっと種をまいていく。全開の胸、全開の声、全開のすべて、感じることだけがすべて、感じたことがすべて。生きててよかった、生きててよかった、生きててよかった、生きて生き生きててよかった、生きててよかった、生きててよかった、生きててよかった。いいですね。いや、ほんと生きててよかったの、ありがとうございます。もう、まあ、生きててうまいんだ。生きててよかったですよね。いや、うまいな。生きててよかったですね。まあ、死にかけた時もありましたからね、ほんとに。どうしようかな、まあ、ただ歌ってる最中はちょっと若干死にそうでしたけど、はい、最後決めろやってる。もうね、体力も本当に。真面目に言っちゃいますよ、もう。僕、死ぬときはぽっくりですよ。ふざけて言いたかったんだけど。死ぬときはぽっくりですよ。あ、来た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 。真面目に言っちゃいますよ。リクエストね。リクエストに答えていきますんでね。来ましたね。なんだよ、これ。ましたね。なんだな、聞いた。嫌だけど俺がね、俺はね、夢ですよね。あ、いい声だな。一つ一ついい声だな。楽しいことをたくさんしたい、ミサイルほどの線を片手に、面白いことをたくさんしたい。夜の扉を開けて行こう、支配者たちはいびきをかいてる。なんとでも夏の匂いをかご、危ない橋を渡ってきたんだ。夜の鏡をくぐり抜け、今しか見ることができないものや、ハックルベリーに会いに行く。台無しにした昨日は帳消しだ。ヒマラヤほどの。ちょっとこっち座りましょうか、じゃあ。ちょっとおっぱいはやめて。どういう感じなんだ今。どういう感じなんだおい。なんか教えろ。二人で二人で。ちょっと結局ね、結局ね。ぶっちゃけまったりだよ。まったりか。なるほど。お前無理やお前。なんでちょっと見てろお前。やめて。なんなんだこの野郎。みさこさん、みさこさん言ってんのお前。お前
もうお前おっぱい見せろお前、ね、もう何なんですか。もう美佐子はきつい、正直もうレベル低いっすよね、このね、きついやっぱり、あのこれなりのパンチのある女性をね、ちょっといかないといけないですよね。ちょっとつばぎとかあ、つばぎと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 もう、どうなんだろう、本当に来ましたね、来たね、これね我々の兄貴来ました、ね、兄貴来ました、兄貴兄貴来たね、なんすか、卵吸ってるだけの兄貴が来たよ、ね、なんすか兄貴来たね。ああ、もうちょっと兄貴どんな感じだこれ。どんな感じだこれ。ていうか、君たち2人カラオケ配信行ったんでしょ。行ったよ行ったよ。カラオケでもオチをつけてきなさいよ。オチつけてきたよ。なんでここに持ち込むんだよ。つけてきたよ。いやしょうがない、もうそんなもん。オチつけてきたよ。赤野郎、本当に。頑張ったよ、俺と君さん。みんな、ね、ピックアップゴールドしてましたよ。そうだよ。え、ピックアップゴールド歌ってきた。殴るなら俺の殴れ、バカ野郎。ピックアップゴールド歌ってきた。え？殴るなら俺を殴れ。え？殴るなら俺を殴れ。何？殴るなら俺を殴れ。え？殴るなら俺を殴れ。今僕も若干流れ玉に当たりました。ほら、このジャージ男子です。ジャージ男子。ジャージ男子。怖いよつばぎ。投げキスしてって、投げキスして。投げキスしてあげな。投げキスしてあげな。投げキス。もうやんなっちゃうよ、本当にもう。いや、楽しかったよ、もう。頑張って、俺ら。何歌ってきた？え、もう、なんかいろいろ歌ってきましたよね。いや、もうね。忘れた。もう忘れた。名曲のゾロ。名曲のゾロ。名曲のしかも。どうでしたか、皆さん、あのカラオケ配信。楽しかった。楽しかった。みんなね、こっから人が増えてるんだ。そうそうそう。結局ね、俺とグミなんか。そうそうそう。つまんなかったつまんなかった、聞いてなかった、クソ、普通、面白かった、ドラゴンボール、別にドラゴンボール歌ったよ、めちゃめちゃが最悪とか、最悪コメントしづらいとかコメントしづらい、リアルコメントしづらいで一番ちょっと切ない感じ、ね、そうですよね、俺は頑張ったのかもう、我々の限界は限界はあれだから、限界だったそうです。ちょっといろいろちょっとあれしてきますか、いろんな面白い人。テンションが高かった、歌が下手、文鳥がまた変死んだ、お前かお前またお前の文鳥また死んだのか別にエリカ様よかったよ、ムチギンノコはいないよ、みんなでフォローしてたってノコが打ち上げに来るわけがないだろ、何なんだよ、くるり歌ったのデーブギン早く落ち着けろ。あのね、くるりをね、尾崎清彦さんのように歌いましたよ。歌いましたね。剣が歌が一番上手い。物が下ネタひどかった。うまくはないよ。さっきのこの声がした、それ幻聴ですね。あ、完全に幻聴です。本当だよ。お前の中で剣が一番上手いとはどういうことだ。いや、千葉木の方が上手いでしょ。いや、美佐子さんの方が上手いですよ。これ全然上手くないって言われて後悔したの大変だから。先生やー、早くかまってちゃんのメンバーが見たいって言われてます。メンバーさんのマイクの持ち方が嫌だった。早くかまってちゃんのメンバーが見たいって言われてます。これがどこでーす。タモリさんの持ち方です。これがどこでーす。ギターボーカルのノコでーす。明日の何ですか、明日24時間僕やらないといけないんで、ね、ちょっとそれに向けてね、勢いをちょっとつけ、ちょっとね、ちょっとビジンを呼びましょう。ビジンを呼びましょうか。ビジン呼びましょうか。おっしゃって大丈夫ですかね。美佐子出てよ、電話するよ。千葉銀飲んでないよ、今日も運転だよ。トトにね、身内しか反応してないまあそうですよ、今はね、まあそういう空気から入ってますよ。美佐子酔ってない、そういう空気ですよ。24時間行きたいってどういうこと。いやいや、遊びに来てくれていいよ。あ、遊びに高円寺のよっしゃ、分かりました。事務所に入江監督いますよ、入江さんいますよ。あ、いますね、入江さんいます。のこさん目小さくなったね、本当ですね。入江さんいます。
マキオはね、いない。マキオさんどうなんですか。マキオさん今回24時間にはいらっしゃるんですか。マキオは来ますね。あ、来ますね、マキオさん。ヘタレイケメン。あ、運転かご苦労様。あ、どうもありがとうございます。トバギン偉い、ありがとうございます。本当の声出なさすぎ。監督がいますよ。あと誰。監督と監督トッツしますか。監督トッツしますか。トッしますか。監督いっちゃいますか。監督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 、監督来た。監督出せって書いてあるじゃないですか。入江さんだ、入江さん来た、入江さん来た。入江出せって書いてある。これ怖いです。怖いですよ。怖い。怖い。監督だ。入江出せって何ですか。入江出せって来た。入江さん、よろしく。かっけー。イケメン。あんた最高の監督。思ってたより若い。有吉みたい。すごい勢いで流れてます。怖い。イケメン若い。ああ、待ってちゃん、怖い。キャー、イリエちゃん。かまって、イリエさん、こえかまってちゃんに関わるぞ。ほんまや、有吉。これが熱いから。ものすごい有吉が増えてきました、有吉が。有吉がめっちゃ増えてきましたね。いろんな人が。これ、入っちゃう。監督、今編集中ですけど、どうですか。いや、もうね、ほんと、鶴木さんの芝居がやばくて。鶴木さんが、オーバーアクトだった。やりすぎでね。鶴木さんがね、ちょっと芝居しすぎちゃって。でもあと、いや、映んない。ね、名俳優。名俳優。はい、はい、はい。足場金絶賛。ありがとうございます。名俳優。名だって。名だ。押さえてきてもいない。押さえます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 。押入江さんといえばいますか。イッツさん、埼玉のラッパーのイッツさんいるじゃん。埼玉 MC と申します。埼玉のラッパーの誰って言われてますけど。ラップ対決、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 モノさんの対決。モノさんとラップ対決、フリースタイルですか。それはね、3月1日にやりますよね。3月1日にロサーのイベントでやりますよ。ラッパーさんじゃないですけど、あの俳優の小牧龍介と申します。ちなみに埼玉のラッパー、俺がレペゼン将軍 MC イク、イエー、劇場版新生かまってちゃん、要チェックしときな。イエー、もうできんのかお前かも。俺は新生かまってちゃんのものだよ。そのパーフェクト埼玉のラッパー3に出るよ。出るの出るのお前出るの。予約だよ、もう出るよ。これスキルがないよ、俺どうすんの。え、そのいい加減用で終わらせるラップやめない。いや、これね、いや、俺も全然できないし。イックさんとかやっぱすごいんですよね。ね、僕もチラッと話していただいて。みんな寝てよ。よろしくお願いします。今回寝ました、寝ました。寝ました。はい、今回のね、今回の劇場版イックさんも出てるんでね。やっぱ入江監督といえばやっぱイックさんのね。一応あの後付け説明しますけど、あのカンニング竹山ではないです。はい、違います。埼玉のラッパーという映画に出ていらっしゃるあの主人公の方です。はい、埼玉ラッパーの主役ですよ。トムさんはあの一次会でベロンベロンになって帰りました。はい、リアルな話です。やった、違うのじゃない、カンニング竹山ではないです。すごいな、何人か見てるのかな。千葉銀の兄でもないです。すごっ。千葉銀兄ではないです。あ、ビギンでもないです。くるみ姉さん、くるみちゃんの前にじゃあちょっと竹内さん、チング、チングが別に見たくないでしょ。チングが画面の前に出てきた時の反応分かってるな、お前ら。来ましたよ、これ。ほら、来た。チングが来た時の。分かってるな、お前ら。来ました、来ました。大西ライオンさん来ました。大西ライオンさん。大西ライオンです。大西ライオンです。捕獲しました。顔色の悪さでおなじみの。大西ライオンです。チングいつもの。あ、寝た。
あ、そうなんですよ。この方しかなくて。あ、寝た。はい。あ、寝た。あ、寝られましたね。おやすみなさい。すいません。いやいやいや。白岩さんでした。寝てるみんなに子守歌でも歌ってください。子守歌。はい。ちょっと怖いんですけど。はい。大丈夫。大丈夫。大丈夫。みんな寝てる。おやすみなさい。やだ。じゃあ関係ないさーって。はい。関係ないさー。関係ないさーで。関係ないさーあるじゃないですか。心配ないさー。心配ないさー。せーの。出てる。心配ないさ、いけちゃうでしょ。心配ないさ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大西ライオンさんでした。うん。手どけろ。心配ないさ。でもこんな感じなんですね、ユーストって。僕、ユースト見たことないんで。あの、パソコンが古くてね。寝てる。みんな寝てるやん。ちょっとね。ちょっと、心配だな。もう起きていいよ、みんな。もう起きていいよ。起きていいよ。おはようございます。そろそろ起きて。はじめまして、どうも。あ、失礼します。ちょっと、ね、はい、ちょっと皆さんと。そうですね、じゃあちょっと、縁も竹縄のところ、ちょっとね、まだこれ、あれしますよ。まだね、ももさん。はいはい、まだまだ。いや、まだまだこれからね。まだまだ行きますよ。行きますよ。おはよう、おはよう、おはよう、朝だよ。おはよう。あれ、キングが滑った感じ。あ、これ、しばしば。アゴとツリさんのトツなの結局千葉県が回してるっていう。あ、なるほど。ただ女の人こんばんは。ただね、頑張ったからね。本当にね、俺らね、頑張りましたね今回のね。はい、俺ニット帽どっか行っちゃったっていうね。え、ニット帽どっか行っちゃいましたよ。え、忘れてた。わかんないっすよ。女子だね。女子誰女子誰。そうそう、絵がエロい。絵がエロい。ツリさん太ったって書いてある。僕全然太ってないっす。楽しそうだよ、後ろの人に行かない。俺は、ここどこ。僕は、今回の映画の打ち上げ会場です。打ち上げ会場です、はい、今ピースなさってる方がメイクさんです。メイクさんです。ひどい。心ないですけど。画面盛り上がって。かわいい。画面盛り上がって。かわいい。ババア。あ、でも中にはババア結婚してくれっていうのが。新しい。ひどい。結婚してくれ。面白い。女子高生はね、変えましたね。モノ君はありですかって聞かれてますけど。モノ君ありですか。モノ君ありですか。男としてどうですか。ありですか。ありですか。本当ですか。嬉しいな、それ。あの、すごい心の広い方でした。もしくはお世辞が上手い方でした。モノをかっこよくしてあげた。バブル時代。でも、ね、あの、美佐子のメイクも全部してもらいましたね。そうです。やっていただきました、ヘアメイク。まあ、髪髪の毛ですね。髪の毛です。あの、ラップしてる。できねえ。来ましたね。若干登場。ちょっと盛り上げてみますか。じゃあ来ますよ。美佐子さん。じゃあちょっともう一人、じゃあちょっと主演女優が。主演女優がいらっしゃいます。くるみさんが。のこめくどうぞ。はい。来ましたね。あら。森下クリームさんです。誰はい、皆さんお世話になっている方です。お世話になっている方今回のお世話になりましたか。早い、上がりますよ、上がりますよ。何か来てるのが、おー、かわいい、段違いに綺麗。ちょっとちょっと綺麗、キャー、美人すぎる。白い、誰ですか。白い、飛び抜けてる、綺麗。ちょっとお世話になっております、お世話様です。かわいい。真っ白って書いてる。しかも来てるのがなぜか激鉄 T です。どうですか、あのロックンロール鳴りやまない、あの撮り終わってみてどうですか。どうでしたか。え、うん、何やろ。どうでした撮影は。すごい美人、かわいい。撮影どうでしたか。撮影大変でしたよ。大変でしたか。大変だった。ね、こっちはね、あまり気にしないでも大丈夫なんですよ。いや、でもね、ちょっと、美佐子、美佐子、隣並べ。これは銀地だ。はい。じゃあ銀ガツガツ。え、はい。その前 AV 女優好きなんだ。
あ、志村がね、あの志村で、はい、あの亡くなったあれですね。フジファブリックの志村さんですね。そうなんですか。あ、キリングジョーク好きですね。あ、キリングジョーク。そうそう。まあね、こう音楽の話でも映画の話でも。確かに。ちょっと美佐子隣に並びなさいよ。なんで、なんで私。ああ。どうですか。並んで。どうぞどうぞ。じゃあ僕元の席に戻っていいですか。いいですかいいですか。これはこれはね、そうなんですよ。今まあ250人ぐらいの、まあ、美佐子かわいい。本当に本当にちょっとないよ。美佐子公開処刑。公開処刑。残酷な絵とか。残酷な絵ですね。残酷な、ね、ドラム変わってくださいっていう。ひどい。今までありがとうございました。美佐子髪ひどい。いや、そりゃそうですよ。今日配信出ると思ってなかったんですよ。でも人前に来てんじゃねえかよ。そうそうです。そうですよ。まあ本当にキューティクルですよ。なんていうの、こうね、私なんていうんですか。これがこれが、あー、くるみさん綺麗だな。あれですね。口元がいい。確かに美佐子性格美人。性格美人。美佐子化粧してますよ。これしてますよ。もうじゃ近づくと白くなりすぎて。白くなっちゃう。白くなっちゃう。完全くるみ派って感じ。ああ、どうしよう。そうそうそう。同じ女なんで。美佐子も AV 出てたもん。そうですよ。私も出ました。ね、失敗例で出ました。失敗例。そうなんですよ。本当に。なんか街角ナンパで声かけられてる。断ったんですよ、私。そしたらそれが全然知らなかったんですけど、後々 AV だったっていうことが判明して。そうなんですか。なんでなんで。いや、もう普通に、いや、なんか多分ナンパもの、そこで釣れたらエッチみたいな、エッチみたいなので声かけられたのを断ったんですよ。すごい。そうなんですよね。ナンパ失敗で。今回本当にね、すごい千葉銀行かないでって感じ。千葉銀行かないで。くるみちゃん今回すごい重要なこう役どころでね。そうです。映画の中で。はい。そうです。もう一人の主役です、ね。そうですね。主演は二階堂さんと森下さんですよね。二人です。ダブルキャスト、ね。そうそう。ダブル主演なんで。あれですよ。今日の美佐子はきつい。美佐子はきつい。いつもね、いつもと一緒なんやけど。こうあれなんですよ。やっぱりこう比較対象が生まれるとね。ああ、そういうあれですよね。いやでも、うん、グラビアもやってもらいましたから。そう、千葉銀流。いやでも超綺麗ですよ。もうそうですね。最初に私お会いしたシーンの時にちょっとドキュメンタリーじゃない。あれですよね。清掃のね。清掃のお姉さんの格好をしてらっしゃったんですけど、千葉銀とか。みんなで見て、なんて綺麗な清掃のお姉さんだ。美佐子さんにこれ、頑張ってたのが誰がタイプですかって聞いて。あ、誰がタイプですか。千葉銀さんかな。おー、千葉銀さん。これは。持って帰ってください。これは。これはね、これは。千葉銀か。千葉銀。やはり千葉銀チャンスって感じ。千葉ガール発狂。千葉ガール発狂。なんか千葉銀、千葉銀の結構あれなんですよ、人気がねあるんですよ、女の子人気が。でも千葉銀は最近ちょっと男人気があまりない気がするってへこんでました。あれ、そうですね、男はやっぱ物くんですからね。女子人気は物くんいっちゃいます。あ、そうなんですね。そうなんですよ。すごいね。一番才能ないぞってひどいこと言われてます。ひどいです。下手に不細工って言われるよ、ひどいです。そうそうそう。はい、言うつぶつ声。すごい勢いできますね。すごい。なんていうんですか。私女の子から人気あります。ありがたいと思います。いやガチホモだから勝手に言われてますね。ガチホモだって。ワイパブってんな、ババ。ひどい。ひどい。ひどい。だからね、このね、まあ結局ね、このこれが一番。ちょっと
さあ色ぐらい負けます。昨日面白かった。これは結構あれ顔飛ばしてますからね、これ光で。ああとか。美佐子の方は。だいぶ白い。そうなんですよ。でもいいですね。あの絵が良かったですね。さっき僕とモノ君ずっと僕とモノ君でしたからね。それ考えたらこれは本当にあの。そうそう。でもそうそう。でも本当にあの本当今回はお疲れ様でした。もうあのあれの方も映画出演の方もということで。はい、あのあれしましょう。ミサオキモい。ミサコピースまた基地みたいって方。じゃああのミサコさん、じゃあくるみちゃんちゃんとこうしっかり紹介して、そしてあれしましょう。終演の方に行こう。あれしましょう。終演。ピースまたよし。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 あの素晴らしいお母さん役を演じてくれてるので、セクシーカットもあり、お母さんカットもありの、いやこれはこれはこれは本当に楽しみにしてください。ぜひ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 見てください。森下くるみさんでした。ありがとうございます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 。いい匂いがね、すごくいい匂いがね、はい、引き出せてないって。なんか雑草の匂い。そうなんですよ。僕の話術ではちょっと。引き出せてない。あのじゃあ竹内さんから。いや僕あのそうそう、この上からのは、そうなんです。あのじゃあ本当にね、あのありがとうございます。もう、はい、ちょっと。私お母さん役ちゃうで、私お母さん役じゃない。のこ出せって言ういないんだよ。いないでだよね。お子さんはお家で膝を抱えてます。剣邪魔とか。あこどうした。そうなんですよ。このね今また人はねこうガンガンもうあれなんで。いやもう本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あのぜひこれは続きはスクリーンで、続きはスクリーンで、そうですね、舞台挨拶とかもあるんじゃないですか。舞台挨拶もあります。あります。あります。将棋の先生、はい、将棋の先生来ましたね。人です。ビリキシュ将棋の先生、あのどうぞ自己紹介をちょっと。すごい面白い絵面にどこ見たらいいんですか。何なんですか。誰だってなっちゃうよ。将棋の先生です。将棋の先生映画の内容を見れば分かるんですか。将棋の先生です。あ、似てますね。何級ですか。かまってちゃんみんな美人になったなっていう。なんで分かったんだろう。将棋の。あ、今言ったから。これ同じかな。初めて。新メンバーです。将棋の映画っていうネタバレしてるんですか。あ、将棋の映画かな。将棋の映画ではない。将棋の映画ではない。ないけど。将棋の映画。あ、将棋アップだ。おお。ドラム交代って言われても大丈夫です。大丈夫です。あのいざとなったらドラムは何人でも入れます。名前が出た。結構入れてる。トキンです。トキン。トキンです。八番台。あちゃ。美佐子かわいい。美佐子さん私あんまり映ってないの。ああリア充すぎる。誰ですか。思いますか。なんかいろんな人に写メを撮られてます今。暑い、すごい暑い。ありがとうございます。将棋の先生も。モノ君呼んで。そうそう終了な感じ。飲み会がそろそろ終了な感じですね。
さっきの千葉銀の声もえ千葉銀千葉銀声もえだって。いやもう熱い熱い熱い。配信終わり、配信も終了で OK。 じゃあ配信終了。暑い暑いよ。先生ちょっとコメント読めなくて先に飲まれるもん。あ今モロ君そうですよ、お酒めっちゃ飲んでますね。やだみそこさん、やだみそこさん、やだじゃないよ、やだじゃないよ、何言ってんの。暑い。まだ配信続けてラブズ引き、まあでもねこれから帰らなきゃいけないので車で。バンドじゃないもん、ドラム2人いらないよ。いるよいるよ、やっとハグができるなと思ったらハグしなかった。いるよそりゃ。みさこさんアヘ顔して。でもこれ誰が書いてて、自分で書いてるの、自分で書いてるの。アヘ顔、このプロジェクトめんどくさい。ひでえとか言って、ひでえ、昨日の選びさん、みさこです。あら隣にいるかわいい子誰かしら、メガネメガネかけてる。あなたジャージ熱いでしょ、脱ぎなさい。あなたジャージ熱いでしょ、触らないでください。本当に本当に触らないでください。基本的に脱ぎなさい。あら、おかまじゃないわ。おかまなわけないでしょ。千葉銀メガネ通して。絶対嫌だ。お兄ちゃんです。今日しかないとか、もう時間がないとかにて、二丁目ふりになるな。師匠なぜ脱いだし。そっちゃえ。あ、じゃあ今夜あたり。二人はできてますか。二人はできてますか。はい、子供は二人います。みんな飽きたか。飽きたじゃないです。都内です。千葉銀タバコやめて、千葉銀殴っていいよ。殴っていいの、この灰皿で。ちょっと待って、それ死ぬやつじゃん、あれ。灰皿で。灰皿って死ぬやつじゃん、それ。千葉銀くん、今何歳なの。あなた何歳なの。なんだよ。今年で何歳なの。26です。26歳なの。今年26です。そうなの。まだ若いわね。あ、そうですね。お姉さんと一緒に大人の階段登りましょうか。え？あら、汗出てるわよ。汗出てるわよ。本当に触らないでください。いやー、千葉銀締めで脱いでって言われてるんで、脱いだらじゃあ終わりにします。シャバンすぎて思う、こういう女うざいな。いやね、最近ね、本当にうざいって言われるんですよ。どう思いますか。ちょっとこれから頑張ってうざキャラからうざくないキャラに転向していこうかなって思うぐらい、ちょっとあまりにもうざいって言われるんで。美佐子本当は可愛かったよ。なんだそのフォロー、なんだそのフォロー、行っちゃうの。千葉銀メガネ取って、メガネじゃない、大丈夫大丈夫大丈夫か。なんだよ、ヘガうまいだけで評価だったよ。本当に、じゃあ今度からヘガをキャラにしていこうかな。ちばけひげ剃って、でもこの間剃ってたよね。こせた、こせた、剃ってた。あれ？1000円やるから殴らせて。え、1000円いらないから殴ってもいいよ。
それなりに殴られるのは好きだから。ブランチファッションだな。千葉県ジーンズが破けてるよ。どうしたのこれ。無口キャラですね、今日。無口キャラです。早くそりにさこ。鼻くそはね、こじってないんですただあの指を鼻に入れる癖があるだけ。飲み会ってぼっちになるから嫌だ。そんなことないよ。ぼっちになったらみんなを観察するっていう楽しみがあるじゃん。ニサコの服島村なの。いやーどうしよう、島村なのかな。いやどうしようっておかしいね。よいしょ。ニサコの服島村。いやこれはでもこのワンピースはあれです、あの高円寺で800円で買った。履いてるブーツも島村で700円で買った。そんぐらいお金がないよ。よいしょ。こんばんは。千葉村千葉にあるよあるよ。やってるか、これいつまでやるのこの配信。この鶴井さんともろくんが持ってきてトツって言ってあまりトツしてないこの。千葉金つまんねえじゃねえよ。じゃあ切れ配信。そういうこと言わないでくる。アヘ顔して終わろう。千葉金アヘ顔して終わろう。千葉金ペロペロ。やな。俺髪ボッサボサやな。ひどい。いやちょっ。あなたの帽子これいいわね。どこで買ったの？似合う。あの、はい、コメントが読めないですメガネがないから。コメントが読めないです。ここから近づけばいける。見えた。かっけえ。怖い。千葉銀頑張る。千葉タバコのお姉さんが来てる。タバコのお姉さんが、はい、あ普段あのラーク吸ってるんですよ、はい、いやあの普段あのラーク吸ってるんですよ。あの普段ラークを普段ラークはいね、ラークね。逃げられちったラーク吸ってから怒られちったね。えどうしよう。逃げられちったあのタバコのあの試食っていうか試飲どうですかみたいな。逃げられちったタバコ欲しかったのに逃げられちったチチボンだらよかったのに。状況説明、タバコの新しい新商品どうですかっていうお姉さんが来てラーク吸ってますって言いながら追いかけたら逃げられましたね、はい、大丈夫です。持てないここからの。あ、あすいません、ラークを吸ってるんですけど。カメラダメ。すいません、ごめんなさい。あのスタッフの方に怒られました。はい、申し訳ございません。あの怒られました。タバコを。はい。
上げてる写真を僕らが撮らないといけないので、ちょっと申し訳ないです。かっこ悪い。かっこ悪い、怒られた。お前、タバコもらえ、盗撮扱い。あれだ、あいつ調子こきやがって。当たり前だろ、豚メガネってお前ひどいな。どんだけお前俺のこと嫌いなんだ。なんで自分カメラダメとか言ってた。申し訳ないです。これあのすごいタレントですからね。今朝はいつもラークありがとうございます。はい、ちょっとへこんでました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか空いてる、空いてるのもらいました。なんで暴れてるの。あのさ、撮っちゃダメって言われました。歌メガネ笑った。主役怒られる。帽子かぶった方がいい。帽子かぶった方がいい。これじゃチングのいつもかぶってる臭い帽子です。千葉銀悪くねえよ。ね、だって配信してる前でね、タバコどうですかって言われたら、まあ追いかけますよね。チングちょっと語らない俺。いや、チング。配信をしていて、例えばこうライブの感想とかっていうのは、はい、千葉銀さんの方に来ないんですか。いや来ますよ。お前が悪いよ変態。追いかけねえよ。でも最近のライブのマジでのプレイの良さ、はい、プレイの良さっていうことに関していいねとかって、そういう前向きな意見とかどうなんですか。いや、大体もっと上手くなる下手くそっていう意見しかないですね。あれはこの人どうもないよ。車の中から俺本当ないよ。どうくらいの本当にないよ、本当にもう、どうしたらいいんだよ。なかったよ。ああ、押せよ、誰も待ってないだろう、ほら、本当に。待ってねえ人に嫌がってもだろう。それでどうもありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。森下くるみさんはどうだった、好評だった。いや、俺が怒られてるシーンが、はいはい、叩かれてた。え、何それ、どういうこと。タバコのお姉さんカメラ持って追いかけましたら怒られてた。マジか。いいじゃないね。ね。いや、森下くるみさんと彼女どっちが行ったら分かんない。それも彼女。十中八九彼女ね。それはどうですよ。そんなもんはね、AV 女優確かに綺麗だけどね。俺の好きな AV 女優は青いです。いや、どうでもいいわ。それはどうでもいいわ。全然じゃねえよ、バカ野郎。森下さんはね、すごい素晴らしい。素晴らしい。はい。それだけは言っておきます。根性がすごい素晴らしい。なるほど。根性がな。素晴らしい。聞いてないってどうでもいいって。なんでそれ。彼女の方が可愛いってどうでもいいって。PK 野郎、ただお前それ言うだろ、そうやって。当たり前だろ、お前。森下くるみさんが綺麗でも、そこは曲げないで言うしかないだろ、本当に。ちなみにこの配信はいつまで続けるの。この配信もう。てか、お前らはまだ見たいの。でも終わるね、このグッダグダな配信見たい。もうかの、あとはモノ君の彼女ネタしか出てこない。どうする。大丈夫。俺の彼女もどうでもいいだろ。永遠に見たい、イエス、見たい、寝るよ、まだまだ続くよ、見たい、微妙、見たい、もういい、カラオケ見たい、見たいよ、千葉銀。私の好きな台湾の四十八手が全部いける。割といけます。台湾の四十八手が。そう、好きだよ、みたこ。逃げ持った。台湾の四十八手が。もっとリアルに逃げやん。僕が出たら見る。おやすみなさい。あなたおやすみなさい。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。出るわけねえだろ、お前。夢で会えるよ。夢で会えるよ。夢で会えるよ。夢で会える。
加減お餅好き。お寿司だろ。お寿司か。好きで、好きですお寿司。縁側が好きです。縁側が好きです。縁側大好きです。ああ。どこがある脂肪。残を支えてるお前らが好きだ。残ありがとうございます。残省く省いてないでしょ。省いてないよ。今日の連絡だって言ってるからね、ちゃんと。今日はあの映画の打ち上げがありますよっていう連絡言った上で来ないんだから、それしょうがない。目で見た子ガンガン出るよ。学校の同級生ですよ。夢に出る。縁側を送ります。ありがとうございます。大丈夫ですか。それ腹壊さないですか。大丈夫ですか。明日からニューヨーク行きます。いってらっしゃい。頑張って。俺のユキやん。この代わりにお前らもっと配信頑張れ。めっちゃ頑張ってる。今まさに頑張ってるところ、うん、ものすごい頑張ってる。違う俺らがここで頑張ってると思っちゃいけない。ここで俺らが頑張ってると思っちゃいけない。じゃあお前これも外行けよ。よし、いってらっしゃい。はい、頑張ってるんじゃないの。頑張ってるよ。はい、いってらっしゃい。外行きます。外行きません。行きませんよバカ野郎。え、行きませんよ。外なんか行かないよ。頑張るんでしょ。頑張ってるの。俺今十分頑張ってるんだ。ここで頑張ってるのを自分で言ったら終わりなんだよバカ野郎。本当によ。あ、だからまだ頑張ってないんでしょ。頑張ってても頑張ってるって言っていけないんだよお前。あ、言わなきゃいいのか。言わなきゃいいんだよ。言わなきゃいい。そういうことなんだよ。言わなきゃいいの。そうか、そうなんだよ。そうか、本当によ。ちなみにもう週一配信って言うけど、こいつらが週一配信したら飽きるだろうがよ。いや、案外週一配信に俺出てる率高いけどな、お前の1回しか出てねえだろうがバカ野郎。今も出てるしカラオケ配信も出ただろ。これはたまたまだろうがこの野郎。そんなもん俺が嬉しいだけだよ。そうか、嬉しい。嬉しいだけだよ。嬉しい、嬉しいんだ。嬉しいだけだ。そうか。千葉木も三鷹も鶴井さんもみんな出てくれて、うん、俺の出演配信が美味しく終わったっていう、うん、これだけだよ。なるほどね。物は一人で、物は一人頑張ってる。物くん頑張ってるよ。物くん頑張ってるよ。うるせえんだバカ野郎。そんなことやりすぎやねえんだよお前よ。うん。よくわかんない。ああ、そう。モノ君もう無理しないで。無理してねえよバカ野郎。本当に楽しくやってんだよ。彼女と配信しないの。しねえバカ野郎。見たくお前一人でやれよお前。俺の雪や。うるせえバカ。千葉県愛してるって言うんだろ。千葉県だけは愛してるんだろ。よくわかんねえな。なんだそれは。八百長しねえよこの野郎。物に灰皿テキーラを。灰皿コーラならできるんだけど大丈夫か。食べてくれ。灰皿テキーラ死んじゃうと思う。おいしい。飲んでくれるかな。みさこお前映ってねえぞお前。え、だから いいのいいの。私なんかいいの。私なんかとか言ってお前落ちてるふりしやがってバカ野郎。え、落ちてない落ちてる。物はわしが育った。物に一生ついていく。モック出せ。物死刑。物くんが大黒柱ですね。わかります。千葉に結婚してくれ。ありがとうございます。八百長さんわけねえだろお前。モノ君大体八百長です。お相撲さんのことは言わないよ。モノ君の顎も全部整形です。おいもっとギスギスしろよ。バンドなんだからよ。よくわかんない。ギスギスしてるよ。十分してるよ。殴られなくてよ俺。今も殴りたい。いややめて本当に。やめて本当に。今ぐらい仲良くしよう。仲良くしよう。終わった後殴っていいから頼むから、ね、今仲良くする。今仲良くしようね。そうこんな感じで。ミサコさん、ミサコさんかわいい。本当に。モノクマジイケ。いやマジ。モノクね、本当優しいからね、モノク。ありがとう。本当彼女に優しいからね。もう怖いな。もうやだな、本当に。おい。お前らこういうバンドが見たいのか。キモい、キモい。見たいのか。見たい。キモいよ。仲良しだよ。ふひひ、いい家だ。モノクロまでに骨折しといてね。わかった。キモ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 バンド。なんだこいつ。キモいとか言うなよ。ぶっちゃけ鶴井さんは4分の1で首、あ、4月1日で首なの。いや、よくわかんねえな。まあ、多分そうなんじゃない。違うでしょ。鶴井さんはかまってちゃんって仲いいんだね。いや、めっちゃ仲いいよ。そうだよ。あのこの後、モノ君とベロチューするから。私も。いや私も。伊沢さん口臭いからちょっと。口臭い。重、はい、くどんどん絡むよ。私は絡むよ。くっさーきゃー。俺心境なぜ息でしょうか。モノクロとベロチューするよ。モノクロ。俺なぜ息でしょうか。え？俺
これ何センチでしょうか。さあリスナーに聞いてんの。何センチでしょうか。リスナーが質問してるから。物おっぱい見せろだって言われてる。おっぱいなんか見せたらバンになっちゃうだろお前は。そうだな、ごめん、悪かったわ。お前が見せろ、おっぱい。バンになっちゃうだろ。ヘルモンじゃないだろ、おっぱい。ヘルモンじゃないだろ、お前。つばき見せろ、おっぱい。175だよ、あったら当たり、当たり。当てる、当てる。当たりだよ、おっぱい。つばきは2メートル10センチだよ。お前ら結構真面目なのな、モノ君に何センチか答えろって言われてこう律儀に答えるあたり、いいやつらだなお前ら。お前らいいやつらだな。いいやつらだな。あのリットコはどこに行ったんだ。あそこは5センチ、正解。こんなもんだ、こんなもん。それ何、これはそれはマックス時。いやマックス時はこんなもん。マックス時こんなもん。なるほどね。175cm、 そのうち足が90cm。 千葉銀ありがとう、よくわかんない。なんか俺言われた、いい子いい子してる。いい子だなお前、お前いい子だな本当に。いい子いい子、いい子だ。千葉銀単独配信してるけど、かわいいでしょ。千葉銀はあれなんだよ、本当にかわいいよ。ネットがあの消えたの、ネットが消えた、ネットに見放されたんだよ今。取り戻すためにな、今そっちなんだよな。そうです、そうです、ああ。今日飲み物欲しい、俺も。そう、くれ。あ、DJ 見に行ったよ、ありがとうございます。あ、うまい、コーラうまいな。コーラうまいな。あ、もうこんな問題バカ野郎、本当に。もう最後、終わりだ、終わり、終わり。終わり、そろそろ終わりにするか。終わりだ、終わり。あの、何言ってるかわかんねえ、私もあんまわかってない。あ、いいよ、いいよ。最後に見たことはおっぱい見てて。はい、終わりにします。はい。来てるよ下に。なんだこれ、つまんねえこっちは。うん、運転気をつける。ありがとう、ありがとう、ありがとう。気をつけるよ、このベロン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 のやつ。捨ててねえな、お前。送るよ、捨てろ早く。家まで送っていくよ。ふざけんなバカ。あ、